皆さん、どうもこんにちは。今回は、ケンブリッジ大学の研究結果などをもとに、食べると猛烈に太る朝ごはん4000について動画で解説していきます。では行きましょう。マルタスクですが、朝はめちゃめちゃ大事。例えば、パソコンやスマホを一日中使って、アプリやソフトを開きまくっていると、動作が遅くなりますが、ここで一旦電源を入れ直して再起動すると、リセットされて軽くなる。これと同じように人間も、睡眠と呼ばれる再起動を1日1回行って、朝に体をリセットさせて、1日をスタートさせるわけですが、この朝の過ごし方を見せると、次の再起動までその悪影響がずるずる続いてしまうことが、複数の研究で報告されているわけでございます。例えば朝に汁ご飯とお味噌汁だけです、みたいな低タンパク朝ごはんを食べると、高タンパクな朝ごはんを食べた場合と比べて、その日1日中甘いものや脂っこいものに対する欲求が、大幅に増える傾向にありましてと、ミズリ大学が発表していたり、他にはダイエットじゃなくても、朝に今日はなんかしんどそうだな、とか、ストレス多そうだな、みたいに、ストレスの予測をしてしまうと、決断力や集中力、記憶力が大幅に低下し、その日が本当に残念な一日になるという現象が、有意に確認されましてと、ペンシルベニア州立大学が発表しているわけなんです。要するに、朝の過ごし方というのは、その一日の命運を分けると言っても過言ではございませんので、今回は朝失敗しないためにも食べない方がいい朝ごはん4000について早速解説させていただくと、一つ目が菓子パンでございます。もう名前にお菓子ってついてるくらい、お菓子とパンを合体させた食べ物、それが菓子パンでございまして、こいつのやばいところは栄養成分だけではなく、そのパンへの考え方、価値観でございます。どういうことかというと、例えば私のくせが母親の前で、ほかほかの白ご飯にバターをもりもり突っ込んで、最後に甘いいちごジャムをかけて食べていたら、あんた死ぬぜと、全力で止められるかと思いますが、一方で、パンにバターを塗って、ジャムつけて、ニコニコ美味しそうに食べてたら、母親も、美味しそうね、私も食べようかしら、とか言うてくるかもしんないわけでございます。栄養価はほとんど同じなのに、リアクションは全然違う。それは、パンと白ご飯に対する考え方、価値観が全然違うからでございます。他にも例えば、私の癖が職場で、チョココロネならぬ、チョコ白ご飯、なんてもんを作って食べていたら、はい、すぐ病気になるアホご飯へと、同僚に大笑いされるかと思いますが、これも、チョココロネだったら、いいな、私も食べたい、とか言われがちかと思います。この考え方、価値観が違うだけで、栄養価はほとんど同じでも、リアクションや行動が変わるの怖いよねと、めっちゃ思っちゃうわけでございます。なので、甘い菓子パン食べたくなったら、これを白ご飯に置き換えて想像すると、途端に食べたくなくなって、正しい選択ができるようになる、謎の健康志向、マクセ志向法がおすすめなんでございます。そして、食べない方がいい朝ごはん二つ目が、コーンフレークやグラノーラといったシリアルでございます。例えば、こんな感じのオーソドックスなグラノーラ、こいつの原材料を見てみると、こんな感じでございまして、このスラッシュ以降が添加物、そんなルールがありますので、よく見ると、ビタミン C やら A やら D やら鉄など、添加物として、いろいろ足しているわけでございます。要するに、体に良さそうな茶色の穀物を、透明のお砂糖でコーティングして、食べやすくして、ビタミン、ミネラルといった栄養も足して、なんだか健康そうな食品として売られている、そんなイメージでございますが、これも、新たな健康志向、白ご飯思考法で考えると、白ご飯をドライヤーでカピカピに乾燥させて、お砂糖をじゃんじゃん入れて、最後にビタミンサプリを粉状にして、サラサラかけて、栄養をもりもり白ご飯ですと、私のくせが紹介したら、うなもん紹介すな、アホ YouTuber と笑われそうですが、こういったシリアルだと、ちょっぴり健康そうに見えるわけでございます。ただ、これだけだと、しっかり低タンパクな朝ご飯が完成して、その日一日中余計な食欲に悩まされるかもしれませんし、他にはビタミン類を人工的に作ったサプリで取ると、癌になる確率が上がったり、便の劣化リスクが高まる、なんて研究結果もあって、他にも朝から糖質をがっつり取ると、血糖値が乱高下することになりますが、血糖値が乱高下すると、肉体的な疲労感や精神的疲労がだいぶと増えるよと、サウス大学が発表していて、その辺もろもろ含めると、シリアルで横着して栄養を取るのはやめとこうと、なんか強めに思っちゃうわけでございます。そして、やめた方がいい朝ごはん3つ目が、
美味しい野菜ジュースでございます。まあこれも野菜ジュースのパッケージにある野菜を実際に買ってきてミキサーにかけて正真正銘の本物野菜ジュースを作って飲んでみるとわかりますか。あんなに美味しいはずがない。もはやそのまま食べた方が美味しいと思えるほどのパンチ力が強すぎる味がするわけでございます。じゃあなんで市販の野菜ジュースはあんなにも美味しいのか。これもよく言えば大企業様の企業努力でございますが、例えば1日に必要な 350g 分の野菜が取れる的野菜ジュースも売っておりますが、 350g の野菜が取れるはずなのにその野菜ジュースは 200ml くらいと 350g よりだいぶと軽い。もちろん水分を飛ばせば軽くなりますが、そうするとかなりドロドロな液体が出来上がるかと思いきや、市販の野菜ジュースはサラサラでめちゃめちゃ飲みやすい。なんだか野菜に含まれていた大事な何かがごっそりなくなった雰囲気がいたしますし、本当にこれで野菜の代わりになるのかなとめっちゃ思っちゃうわけでございます。ちなみに野菜ジュースの種類によってはやたらと甘くて美味しいやつも売っておりますが、これも飲みやすくするためお砂糖や人工甘味料入りがち。他には野菜ジュース飲んで野菜取ってるから俺は大丈夫やみたいな野菜ジュースで自信満々野郎もおられますが、野菜ジュースのせいで日頃食べる野菜が激減する問題もあるよなとかめっちゃ思っちゃうわけでございます。そしてやめた方がいい朝ごはん4つ目がフルーツジュースでございます。先ほどの野菜ジュースと似た感じでフルーツジュースを飲んでいる方も多いかと思いますが、フルーツジュースの摂取量が1日あたりコップ1杯分多い人ほど糖尿病のリスクが 7% 高くなるみたいよとケンブリッジ大学が発表していたり、他には米国小児学会の発表でも1日 250ml 以上のフルーツジュースを飲んでいる子供や若者は虫歯激増、肥満も激増、そして子供の成長に役立つ証拠はゼロとボロカスに酷評されているわけでございます。ただそもそもフルーツって甘いから糖尿病や病気のリスクが上がるの当然なんじゃないのと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、フルーツジュースではなくて本物のフルーツを食べるのはシンプルに体にいいよと国立衛生研究所が発表しているわけなんです。具体的には1日の果物摂取量がだいたいバナナ 0.5 本分である1単位増えるごとに原因によらない死亡率、要するに早死にする確率が 6% 減少、野菜の摂取量がだいたい小皿1皿分である1単位増えるごとに早死にする確率は 5% 減るみたいよと発表されているわけなんです。じゃあなんで野菜を果物は体にいいけどジュースにするとダメなのと、その理由についてはシンプルに先ほど解説した食物繊維といった大事な何かがなくなる問題でございまして、例えば自宅でバナナやリンゴをミキサーにかけてスムージーを作って飲んでいる人を見たら意識が高そうに見える、一方で 100% のフルーツジュースをガブガブ飲んでいる人を見かけたらなんだか意識が低そうに見える、これも大事な成分が取れているかいないかの違いかと思いますので、自然に近い食材を食べて本物の健康を手に入れましょうと、そういうわけでございます。ちなみにそんな頭でっかちデータ野郎でダイエットの専門家私なくせがコスパが良すぎてもう何年間も実践している2倍速でめっちゃ簡単に痩せる方法を解説した動画が中瀬の本棚公式 LINE 限定で無料配信されておりますので、これは急いで見た方がいいと多分そういうわけでございます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。